日送る中で、気づけないことってたくさんあると思うんですけど、そういうことに気づけた時って、まあ、一つの幸せかなと思います。聞いてください。ブラインドスポットです。Thank you.
ったものを戻したくても元に戻せないことってたくさんあるかなと思うんですけど、まあ、そんな話ですね。あの人のこと名前はなんて言うんですか。愛の崖
れるっていう。